武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、京都工芸繊維大学の、化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、応用生物課程に関しては2科目120分、でそれ以外は、90分で、大問が4題という形になっています。で、まあ、特徴としてはちょっと問題文が全体的に長め、なのでちょっと読むのに時間が、かかるかなという気はするので、そこに時間がかかってしまうとちょっと、時間が厳しくなるかなという形ですね。で問題の、構成としては割と有機の、出題率が高め、となってます。で特に高分子化合物の範囲は、出やすいので、まあ、優先的に対策をしておいた方がいいでしょう。問題の難易度的には、まあ、優しいものから難しいものまで割と幅広く問題数が多いので結構出ているんですが、まあ、合格点取るために必要な点数って考えるとマーチレベルが、しっかり身についていれば、まあ、十分対応できるかなというところですね。で、計算とまあ論述問題、まあ、どちらもしっかり出てきますので、まあ、標準的な問題の難易度の問題をまあ一通り網羅するという形になります。で、まあ、ここの問題であれば、まあ、特別何かその特殊な対策をするというよりは、しっかり全部の問題を解くようにやっておいて、まあ、記述論述で書けるように練習するという意味で、まあ、過去問をやり込むか、キャンパスなどの、まあ、国公立の形式の問題で練習をするという形でやっていった方がいいかなと。まあ、ただ大学の名前にもある通り、まあ、繊維系、という意味で、まあ、高分子化合物の範囲なんかは化学だとちょっと出やすいと思っておいて優先的に対策しておく。特に現役生なんかでちょっと有機の対策が後回しになっちゃってるケースなどの場合には、ここを受けるケースだと、まあ、ちょっと優先的に特にセンターアートとかは対策をしておいた方がいいかなと思います。以上が化学の勉強となります。